平野仕様の一番仲良いのはメンバーという言葉にファン感類。キンプリの絆の強さを再確認。キングプリンスへの平野仕様が日本テレビ系バラエティーぐるぐる992時間 SP の人気企画グルメチキンレースごちになります。2、3年ぶりに参戦し感動的なコメントを残しました。 平野は今月22日に予定されているグループからの脱退退場前に改めてメンバーとの絆の強さを明らかにしました。番組ではコーナーレギューラーを務めるニュースの増田隆久が平野が一番尊敬しているジャニーズの先輩は自分と主張しましたが平野は少し照れながらもいや違いますと正直に返答を。 しかし、平野はマスダへの尊敬の気持ちを表し、本当に先輩としては尊敬はしてます。すごい詳しいですし、何かに、何に詳しいかはわからないんですけど、とフォローし、共演者たちを爆笑させました。マスダとはプライベートで食事に行ったことがないという平野。その流れで一番仲がいい人は との質問が出されると平野はキングプリンスへのメンバーかもしれないですね。メンバーとはしょっちゅう遊びに行っています。と答えました。しかし、平野と神宮寺優太た、騎士の3人は22日をもってグループを脱退し、平野と神宮寺はジャニーズ事務所を退除することになります。騎士も秋に退除予定。これにより、 キングプリンスを流せ角と高橋山の二人体制で継続されることとなり、一部メディアでは脱退組と残留組の確執が報じられました。しかし、平野自身が改めてメンバーとの仲の良さを否定したことで、不仲説は一層否定される形となりました。ツイッター上では、平野がメンバーとの関係性を明かしたことに対して、ファンたちから喜びの声が相次ぎました。 トレンドワードに、潮君が入るなど、平野の参戦は大きな反響を呼びました。また、19日にはキングプリンスへの冠企画を放送してきた日テレ系朝の情報番組、ZIP がデビュー曲、シンデレラガールの特別版ミュージックビデオを公開しました。 この特別版 MV には2018年のオリジナル版と最新の2023年版の映像、さらに過去の番組出演映像が盛り込まれており、視聴者たちは感動の中でグループの絆を再確認しました。ずっともジップという言葉がトレンド入りするなど、番組とグループの絆を象徴する言葉も生まれました。 また番組内ではかつての6人体制時代の映像も放映され元メンバーの岩橋玄樹もツイッターで感謝の気持ちを表明しましたこの流れから20日は5人体制最後のメディア露出の日になると予想されています神宮寺は満天星青空レストラン騎士はああみんなの動物園と日テレ系の番組に連続出演し19時56分からは キングプリンスルの最終回となる2時間スペシャルが放送されます。そして、同日の22時55分からは NHK 総合の生音楽番組メニュー101で5人体制での最後のパフォーマンスが披露される予定です。ジャニーズに詳しい芸能記者は、 キンプルの2時間スペシャルでは一泊二日やりたいことツアーと題して5人の旅が放送され最後に改めてメンバーたちの絆の強さを再確認することができるようです。メンバーの船仮説が流れた後、長瀬がラジオ番組で涙ながらに3人が辞めたいと思っていることに気づけなかった俺は何してたんやろってと自分を責め。 高橋は4月に出演したトーク番組でグループの今後を問われて号泣した後、メンバーが何よりも僕は好きなので、みんなが幸せに暮らせたらいいなって、ずっと友達でいられたらいいなって思います。とメンバー愛を明かしました。 三人がわがままで脱退したり、メンバー間に亀裂があったりしたら、長瀬や高橋はこのような反応をしないでしょうから、ファンもグループの絆は変わっていないと確信しているようです。だからこそ、メンバーの中はいいのに、なぜグループが分裂してしまうのか、という思いは深まるばかりですが、と述べています。 岩橋玄樹が2021年3月にグループを脱退した後も、ジャニーズ退場後でもメンバーたちとビデオ通話をしているなど、5人の友情は続いています。平野たちの脱退退場にはまだ謎が多く、納得できないという声もあるかもしれませんが、5人の絆が続くことを期待しましょう。